皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。昨日、セラースプライトの社員さんと打ち合わせをしてきましたので、早速その内容をシェアさせていただきたいと思います。タイトルにもあります通り、ほとんどご存知の方はいないけれども、うまく使えば非常に便利な、 ブランド検出機能と世界商標ライブラリーという機能について説明させていただきます。本動画最後までご覧いただくと商標登録、権利侵害という一 一発で出品停止。最悪の場合、アカウントの永久凍結につながることを早期発見し、予防、未然に防ぐことができます。今回の動画参考になった方、高評価、チャンネル登録いただければ、幸甚です。ちなみに、セラースプライトの30%割引クーポンの適用の仕方、スタンダード会員の登録方法については、 動画の途中でお伝えさせていただきます。詳しくは概要欄の目次をご参考にしていただければ幸いです。ではまずはブランド検出機能から説明させていただきます。特定の商品ページを開いていただき、セラースプライトの Google Chrome 拡張機能を起動していただくと、このような画面が出てくるのですが、こちら、ブランド検出という緑のボタンがあります。商品のタイトルの中に Amazon のブランドに関係しているワードがあるかを自動で 的に検出し、自社商品に商標権侵害の恐れがあるかどうかを判断する。 というう機能なんですね実際にククリッししてみましょうこのような形で商品のタイトルをはじめ商品の使用すなわち過剰書きの説明の単語の中で商標登録されているブランド名と一致している単語があるかどうかが確認できます具体的に色が変わった単語を左クリックしてみるとこのような形でブランド検出リストというのが生成されますそして s w e e t ロックスの右側の Amazon でブ ブランドのトッップページをを見るを左クリックリしていただくと該当する商標登録されているブランドのトップページにたどり着くことができますちなみにこちらに単語が出ているからといってその単語を使うことができないというわけではありません例えばトップスというキーワード右側を左クリックしてみるとトップスプロダクツというページが出てきますトップスという単語をブランド名に使いこちらに表示されている文房具を出品するのは最 けけた方がいいといとうだけでトップスはそもそも上着という一般的な英単語ではありますのでアパレル関係の商品名の中にトップスという単語を入れることもできますし カテゴリーが違えば全く同じブランド名でも問題なく出品できることがございます。先にセラースプライトの無料登録方法ならびに有料会員へのアップグレードの仕方について説明させていただきます。私専用のクーポンで月額30%オフで登録することができますので、ぜひこの機会にまずは1ヶ月有料会員プランにご登録してみていただければ幸いです。 まず右上、登録をクリックしてください。氏名、メールアドレス、パスワードを2回入力し、私はロボットでありませんにチェックを入れた後、セラースプライト登録をクリックしてください。登録していただくと、こちらのページが出てきます。右上、料金を左クリックしてください。 料金プランのページが出てきましたデフォルトで年単位プランが表示されているのでまずはお試しで月単位プランを左クリックしていただき少しスクロールした後クレジットプラン変更をクリックします割引券の欄に割引クーポンを入れてください JPHZ70 と入力し有効性をチェックするをクリックしてください 本動画概要欄に関連リンクやこちらのクーポン番号も表示しておりますので間違えないようにコピペして使用していただく方が良いかと存じます。あとは了解ですにチェックを入れてクレジット決済をクリックし画面の指示通りに決済を進めていただければ OK です。次に世界商標ライブラリについてチェックしていきます。実際に s w e e t i o c k s というブランド名が どの国でどのような商標を取られているのかを簡単に確認することができます。ちなみに各国の商標登録については日本であれば J-PLATPAD、アメリカであれば u s p t o という日本の特許庁にあたる機関のサーチトレードマークをクリックしトレードマークサーチシステム、通称テスト呼ばれる機能で調べることはできるのですが国ごとに調べていく必要が出てくるんですね。 一方セラースプライトのページで。 昨日タブから世界商標ライブラリをクリックした時に出てくるこちらのページにブランド名を入力し右のリサーチをクリックすれば各国のデータが一瞬で確認することができますただ見方にコツがありますので説明させていただきますまずは販売する国にチェックを入れてください自分が販売する国以外の商標は全く関係ありません商標登録は国ごとに行います 行うものだからです。 次にご自身が出そうと思っている商品のカテゴリーを選択してください。例えば、第25類は衣服関係。第18類は比較製品やお財布やバッグといった袋物が当てはまります。ここら辺、商標登録の知識がないとよくわからない方はスルーしていただいて構いません。ニース分類と書かれていますが、専門的な言い方だと類似群コード、商標登録を取得したカテゴリーに関しては、あえてチェックを入れずにフィルター をククリックします下の方にアメリカで取られたスイーティーロックスという商標の一覧が出てきました左にブランド名のロゴが表示されているものもあれば空白のところもありますまずは一番上クリックしてみましょう登録の詳細が出てきましたまず一番下の方にスクロールしていただき商標の公式ステータスを確認してみると ライブ、レジスタードと書いてあります。ライブというのはこの商標が現在も生きている、守られていることを意味します。レジスタードというのは商標登録が済んでいる、完了していることを表しています。次にご確認いただきたいのが商標の種類です。スタイライズとキャラクターズと書かれています。その名の通り、スタイルが決まっている、フォントが決まっている商標登録ということです。よって、 このフォントでスイーティーロックスと書いてある商品は守ることができますがこのフォント以外でブランド名が印字刻印されている商品は守ることができません次に先ほども確認したのですが類似群コードを見てみますニース分類と書かれている項目です衣類靴帽子をこのフォントのブランド名で守っていることを表しています少し下にスクロールしていただくと分類のところに さらに細かく衣類関係で特に何の商品を守っているのかを確認することもできます英語になっていると分かりづらいので右クリック日本語に翻訳を選択してください であれば何何から何まで守っているといいいうわけけではなくこちらに表示されててる商品だけを守っていますあともう一点見ていただくとすれば、申請者または名義人の氏名及び住所の国、地域です。どの国の人がこの商標を取ったのかを確認しておくと良いでしょう。代表者の氏名及び住所も出ているのですが、こちらは弁護士の住所になりますので、詳しくはこちらの国、地域をチェックした方が良いです。 ただ、裏技的にマイケル P ・アダムス弁護士に連絡を取りたいときは、こちらの住所で Google 検索や Web 検索を行うと、特許事務所や商標登録を行う弁理士の事務所にアクセスすることもできます。もう一つ、左側に何も書いていない商標をチェックしてみましょう。こちらに関しては、承認待ちと出ていて、下の方でも、ライブ・ペンディングと書かれています。ペンディングというのは審査中という意味ですから、 ライブと書かれているもののすでにこの商標登録が効果を発揮しているのではなくまだ期限切れにはなっていないくらいに考えていただければと思います商標種類を確認していただくとワードと書かれています正確にはスタンダードキャラクターマーク日本だと標準文字商標といって でスイーティーロックスという文字が商品に高級的な方法で印字刻印されているのであればどのようなフォントであろうとその商品を守ることができるのが文字商標ですまた商標登録というのは繰り返しになりますがブランド名が印字されている商品を守るものですが標準文字商標の場合は文字が記載されていればこの商品ページ自体を守れるというです。 展開もございますこちらの商品は第18類の比較製品というカテゴリーなのですが下の方右クリックして日本語に翻訳を押していただければわかるように別に本革商品だけではなくバックパックだったりスポーツバッグだったり傘だったり犬の首輪といったカテゴリーも第18類に入りますのでご留意ください。というわけで今回はブランド検出機能と世界商標ライブラリの使い方について 説明させていただきました最後までご清聴くださりありがとうございます